じゃあ、まずですね、まあ初めて書いたラブソングの歌を、聞いてもらいたいと思います。聞いてください、日向。
聞いてください、ルミナ。
引きと言いますか、そういうのを歌にして変えてみました。ちょっと何歌ってるか練習中も分からなかったんで、あ、そう、あのだからサビのとこだけなんかがエロいよって思ってた。ああ。さっきあのライブが始まる前にちょっと歌詞を歌ってますよ。大爆笑でしょ、ね、めちゃくちゃそんなん言うとったんやって、ね、次の曲で最後になります。ですね、次ある曲は本当に、まあ自分でほんまに最初に書いた曲で、まあちょっとサンフォーティンはパクってるんですけど、あ、まあ知らんかもうストロークが一緒、はい、まあ聴いてくれてありがとうございました。というわけで、次で終わりです。Hitch my wagon to a star、 はい、聴いてください。私からも、音楽続けるっていうことを聞いたんで、それの応援もできたらなと思ってやります。初めの日結構なんか遊びできた感じでやってましたね。まさかほんまにライブで
まにやばい。ちょっと遅めでいこうか。いや、それは遅めでいこうですか。ああ、じゃあまあ普通でいこうか。普通でいきましょうか。じゃあ聞いてください、アウトサイダースピリッツソング。金払え。いいよ。